こんにちは、萌です。今回はスニーカーペイントです。で、使うのはですね、このナイキエアフォースワンのピクセル、これを使ってペイントしていきたいと思います。で、ペイントする前にですね、まず今回は、前編としてこのペイントをする前に、準備すること、下地の作り方を紹介したいと思います。で、最終的にこういう、ペイントを使ってペイントしていくんですが、このまま塗ってしまうと色の定着があんまり良くないです。なので、その塗る前にやることを紹介したいと思います。はい、ということで今回はですね、ペイントをする前の、下地の準備の仕方をお話ししたいと思います。で、なんで準備が必要かというと、このままペイント塗ってしまうと、塗料を塗ってしまうと、塗料が剥がれたりとか、ちょっと弾いてしまったりっていうことがあります。最終的に塗った後も若干こう剥がれやすくなったりっていうことがあるので、まずはこのね、準備が必要です。で、何をするかというと、これこのアセトンリムーバー、これアセトンなんですけど、アセトンを使って表面の、汚れとか、あと、余分な油、油分とかを取り除いていきます。そうすることで塗料の定着がとても良くなるので、必ずこれはした方がいい準備です。で、準備するものなんですが、さっきも紹介したこのアセトン、そしてそのアセトンを拭くためのキッチンペーパー、これも、本当はコットンパッドとかの方が、やりやすいです。ただない人はキッチンペーパーでも、まあ、ティッシュでもいいんですけど、ティッシュはちょっとボロボロ取れてきちゃうので、どっちかというとキッチンペーパーの方がおすすめです。あとはいらない布とかでも大丈夫です。そして、まあ、肌が弱い人、まあ、私もそうなんですけど、肌の弱い人は素手でアセトンを触るとちょっと肌が荒れる方もいると思うので、素手がちょっとなっていう人はゴム手袋を使ってやってください。で、このアセトンリムーバーなんですけど、私は、これソークオフジェルのオフにって書いてあるんですけど、これネイル用のアセトンです。結構小さいんですけど、そこまで大量に使わないので、ちょっと自分で試したいなって思ってるぐらいの人はこれでいいと思います。これも Amazon に売ってるので、リンクを下に載せておきます。で、もしこれをお仕事にこれからしていきたいとか、もっと大量に、使いたいみたいな人は、ホームセンターにもすごい大きいのも売ってるし、 Amazon とかネットにも大きいものも売ってるので、一応それも載せておきます。ただ一足でこれを全部使うことはないので、多分一足でこれぐらい使うかなぐらいです。なので、小さいのでもいいかなと思います。はい、ということでやっていきたいんですが、まず気をつけてほしいことがあって、これで拭き取るところっていうのは自分が書くところだけ拭き取った方がいいです。っていうのも、この表面をこれでね、拭き取ってしまうっていうことは、この質感がちょっと変わってしまいます。なので、例えばここは塗るけどここは塗らないっていう場合は、その塗る予定のところだけこれで拭き取って、もう何も塗らないっていうところはこれで拭き取らない、そのままにしていくっていう方がいいです。はい、そしてこの紐なんですけど、このシューレース、この部分、ここ塗らないのであれば、もうそのままにしておいて、マスキングすればいいんですけど、私は今回ここも塗りたいので、ここも、アセトンで拭いていきます。なので、まずシューレースを取ります。はい、これでシューレースを取り終わりました。で、私はこのタンの部分、ここは塗らないので、ここはそのままにしておきます。なので、私が塗るところはですね、こことここ、そしてこの辺ですね、ここを塗りたいので、そこをこれで拭き取っていきたいと思います。たっぷりめに染み込ませます。そして、
こうやって拭き取っていきます。ただこうやってなぞる、こうやって1回ぐらい拭き取るだけでも取れることもあるんですが、なるべくしっかり取りたいのでこうやってちょっと押さえつけるようにして拭き取っていきます。でこの時に拭き取りが甘いと、あのこの端の方とか特にですね、拭き取れてないとペイントを塗った時にそこだけ弾いてしまったりするので、しっかりと端の方までしっかりと拭き取るのがポイントです。でこれ見た目にはあんまり変わりがわからないと思うんですけど、触るとわかります。何もこうこのアセトンで拭き取っていないところっていうのはそのまま普通にツルツルというか変わらない触り心地なんですが、ここ今やったところを触るとどっちかというとマットな感じ、ツヤなしのちょっとモソモソした感じの触り心地に変わります。なのでちょっとやってみて自分でこうやって触って比べてみてもらえたらと思います。で結構このアセトンって蒸発していくので、こうちゃんと一部分やったらこう付け足してやっていくっていう風にしてください。結構こすってるとこういう風にボロボロになってくるので面を変えてやるっていう感じです。こう若干こう湿らせるようにこのアセトンをこう吸い付けるように拭くと、汚れとか油分がきれいに取れやすいです。で破れなくても同じ面ばっかり使ってるとここに汚れとか油分とかがどんどんついていくので、新しい面をどんどん使って拭いてください。で自分でどこを拭いたかっていうのが忘れないようにしっかりとやり残しのないようにしてください。でどこやったっけなってちょっと忘れちゃった場合、手で触って確認もできるし、それがちょっと分かりにくいなっていう人はもう一度念のために拭いておくといいと思います。この作業が結構めんどくさいんですけど、これをしっかりやっていると色の定着がとても良くなるので、これは必ずやってください。で実はこのアセトンリムーバーってアセトンじゃなくてサンドペーパー、ヤスリで削る人もいます。それでもいいと思うんですけど、さらにこれよりももっと、定着を良くしたいとかっていうのであれば、このアセトンで汚れとか油分を取ってからさらにヤスリでちょっと削ると、それも細かいヤスリです。それで削るとさらにこうここはねボコボコして定着が良くなります。なのでイメージとしてはもともとツルツルだったところにこのアセトンで拭くことによってこうザラザラした感じの表面にします。でそうすると塗料の定着がそのザラザラの部分にこう染み込んで定着が良くなるっていう感じです。もちろんこれをしなければ塗れないっていうことではないんですけど、かなり違いが出てくるのでちょっと半信半疑な人はちょっと自分でね試してもらえたらと思います。こんな感じですかね。はい、こんな感じです。はい、これで、とりあえず下地ができました。たまに質問をいただくんですが、このアセトンこれって例えば消毒液アルコールでもいいですかっていう質問があるんですけど、このアセトンとアルコールっていうのは全く違う成分なので、アルコールではちょっと取れないものがあるのでアセトンを使ってください。汚れとか取る分にはアルコールでいいんですけど、油分とかそういうものを取るにはアセトンが必要なので、これを使ってみてください。はい、ということで今回はですね、とりあえずこの、下地の準備についてお話ししました。なのでこれからペイントする方はぜひこれを、やってからペイントに進んでもらえたらと思います。
で、引き続きこれはですね、今からペイントしていきたいと思うので、またその動画もアップしたいと思います。で、他にも今まで描いた、ペイントしたスニーカーも動画も出しているので、そちらもチェックしてみてもらえたらと思います。ということで、この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で、バイバイ。